はいどうも、仕事について語ります。はどうです。えー、2018年8月の11日、朝の5時です。よろしくお願いします。うん、まあ今の時代、働かなくて全然いいと思うよ、俺は。もう働くって考え方自体が、もう奴隷制度みたいになって、古くなってるっていうことを、もうそろそろ認めようよっていう、昭和世代の人は、50代、60代、70代の人は。 6070の人だよね今のあなたたちの世代の価値観でしょうそれはっていう、うん、ロボットが雇用を奪うんだからライフスタイルが転換していくでしょうってそこのサイクルに合わせていかないと不幸になるよって 高度成長期の日本だったら働けば働くほど豊かになったんだけど今はそういう時代じゃないよってそう自殺者過労死うつ病こんだけいてまだ働けっていうのは狂ってるよもうそろそろね誰かね声を大にして言った方がいいんだよ あのね、働けば働くほど豊かになると思ってんだよ国も自分も働けば働くほど俺不幸になると思うよ正直それよりも何かやりたいことを没頭した方がよっぽどクリエイティブだしよっぽど世の中のためになると思うそ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 う今の特に日本ね国が変わったら価値観変わるから一概に言えるけど今の日本でその末端労働者みたいなのってあれ奴隷って呼んだ方がいいようん <laughs> あ、いや、俺も思ってたよ。本当は自由に生きたいって。で、でも、俺、はっきり言って、今、結果、蓋開けて、やってよかったと思ってんの。なんでかっていうと、アルバイトやったら、手取りで、16万とかだったんだよ。中卒だから。俺の人生の場合だよ。16万の3倍、4倍、3倍ぐらい稼いでるわけでしょ。いや俺、アルバイトやってた方がリスクじゃんって思ったよ。だって、起きてる時間ってさ、のうちのさ、 休憩時間も車内にいるわけだからさ10時間ぐらい使うわけよ移動時間とか込めたら起きてる時間のほとんどを仕事に費やして手取り16万っていうボタンと保証はないけれども無限大に稼げるのどっち選ぶって言ったらさどっち選ぶよくよく考えたら自由に生きた方がいいんだよこの時代ってだから選択肢を並べたら分かるのそう まあ20万以下で安定するけれども自由が全くない生活と保証はするけど自由全くないよ言うこと聞いてもらうよっていうのと0円かもしれないけど何億円でも稼げるような日本だったら別に今の時代何億円でも稼げるわけじゃん青天井どっち選ぶよくよく考えた冷静に考えたらそっちの方がチャンスあるじゃんって思ったの。 で、この商売だとさあのいいところはさあの商売っていうかまあ遊びなんだけどこれのいいところはさお金だけじゃなくて人脈も手に入る知名度も手に入る要はフォロワーさんとかさ名声と富と全部セットになって入ってくるっていうのがでかいよねうんそれはすげえなーと思ったけどなんか全然レベルが違うんだよ 例えば何かやりたいと思った時にさそのプロフェッショナルとかさその専門家と結びつく可能性が飛躍的に上がるの昔だったらさ情報との出会い本屋さんに行ってその一冊の本にたどり着くまでもすごい時間がかかったりとか情報格差とかさ地域格差とかさ人との出会いの格差とかチャンスを手に取るまでの時間ってないわけじゃんでも今さ SNS で芸能人とかと DM 送れたり絡めたりするわけだから。 谷さんさっきねなんか石野の話になってたよ石野最近どうしてんのかななんてリスナーが言ってたよ石野はもう配信やんねえのかな俺はやんねえ方がいいと思ってんだけどどうな配信見てないでしょあいつなんか新しい場所見つけたんだろう多分おはよう谷さんアイテムありがとうさっき石野の話題になってたよ まあそれで働く論を石野の話題から働く論に発展したんだけどさ働くとは何なのか石野今日から夏休み何夏休みって <laughs> 学校 <laughs> 何夏休みってちょっとよく分かんないんだけどがえ 夏休みってあんの職場。おお、まあ、石野のルールよくわかんねえから。夏休みふふ <laughs> まあ、よくわかんないね。まあ、だから、古い価値観なんだよ。で、俺も怖かった。保証がないっていうのは。で、リスクがあるんじゃないかと思ってたけど、腹くくって5年積み重ねたら、 それまでは苦しいんだけど5年後すごく楽だよそうだから俺がおすすめするのは働きながら半分の時間いや働く量を減らしてギリギリの生活して食うか食えないかで何かやりたいことを没頭しなっていうそのワークアーズライフって呼ばれてるらしいんだけどその考え方をおすすめしてるだってさ習い事にも金払ったり趣味に金払ったりしてるんだからだからその なんだろう、この人だって思った人に弟子入りすればいいんだよ昔の弟子制度だよなんか金もかんないしさ向こうからしてもさ労力が手に入るわけだからさありがたいしさスキルを専門家のスキルを一番に学べるわけだから俺今こそ弟子制度を採用するべきだと思うよデッチ暴行つうかさ別に年齢言ってても年齢若い人にも教えてもらえばいいんだよ そう思わないなんとか教室で金搾取されるんじゃなくて弟子入りしてさカバン持ちから何から家事から何でもやりますって目の前で盗むんだよそういう時代だよ半分働いて半分スキルアップに使ってでそのスキルで飯食えるようになったら最高なんだからそう思わねどうなんだ 俺は自由になって、その肩が凝らなくなったし、逆に悩み減ったけどな。なんかこう、将来どうしようみたいなのがなくなった。逆に。なんか、あの、お金持ちの人とかが助けてくれるし、リスナーさんが助けてくれるから。あ、時間の使い方だよね。贅沢できないけど困ってないからな。全部あるし。感謝しかない。あ、まあまあ、それはそれでいいんじゃないの。それはそれでいいと思ううん。 そそれれならそれでいいんだよ今が幸せなら問題ない。ただ、その何やっていいか分かんない閉塞感のある人には、いや、抜け出せ抜け出せって、もっと自由になれよって思うの。閉塞感がある人ね苦しいって、なんかつまんねえとか、俺こんな生き方選んでないのにっていう。なんでこんな苦しいんだっていうふうに苦しんでる人は羽ばたいてもらいたいね。 才能を開花してもらいたい。もう君には君のやることがあるんだって誰かがやらなきゃいけ誰かがやってくれることは君がやることじゃないんだよって。君しかできないことをやりなよって。それが究極でしょ。究極。君にしかできないことをやるんだよ。 俺は思うけどな俺全員が全員遊んだところで人類滅ばない社会回ると思ってる派だからだってね縄文時代だって江戸時代だっていつの時代だってさやりたいことやっても回ってたじゃんもともと動物なんだから勝手になんかさ人間側が作ったさ人間様たちが作ったガバメントとかさなんか 企業とかカンパニーとかやつらが勝手にルールを作ってさ奴隷を洗脳してるようにしか見えないよ俺は賢いやつらがね賢くないやつらをうまく使うためにだ恐怖で操ってるようにしか見えないのそんなの関係ないようんうん 金玉が痛い病院連れてきなこんなところでコメント書いてる場合じゃないからあの多分本当に痛いんだと思うよそれ、ね、一生に関わることだからあの救急車呼ぶか車で病院連れてったわけなうん「金玉金玉痛い」って言って起きてきた病気にかかったと思ったら病院連れてきなそれ精子作れなくなったりとか病気で金玉摘出とかかわいそうだよ こんなところでコメント書いてる場合じゃないよ。すぐ病院連れてきな。子供が痛いって言ってる時はサインなんだから。奴ら正直なんだから。何かあったら取り返しつかないよ。すぐ連れてきな。今すぐ。うん。あの、子供の一生に関わることだから。後悔するよ。 いやいや子供、子供の一生に関わることだよ、そんなの。うん。金玉のために、金玉、うん、すぐ連れてってあげな。うん。本当に本当に。一生に関わるよ。そんな、俺もあるよ。俺も普段痛いとか辛いとか言わない方だけど、一回もう耳がつんざくようにもう、もう、頭かち割れるぐらい痛いことあって、ギャーギャー喚めいたの。 中次園でさ行ってんだよ本当にそう親が自転車で病院連れてってくれたよですぐ手術して生み出してドバドバ出たよ海がもう子供は別にいらねえな何だろううん俺とリ子は子供生まれないからさうんそういい俺は別に いやだけど子供は宝だからそのなんだろう人類のでしょだからまあ子供いるかいらないか本人が選べばいいと思ってるけど子供は大事にしてあげないと将来次の世代次の世代って言ってねこう繋いできた命だから子供が一番の宝じゃないと、うん、子供いらなかったらいらないでいいんじゃないの、うん 日本とか世界なんか今人口ばかしすぎだからうんまあでもねなんか子供を育てるのにねとんでもないお金かかる時代だからねいやだから子だからっていうのはよく言ったもんだよ。 親がありがたいって思えるのは本当に素晴らしいお父さんとお母さんなんだよ。うん、猫の。子育てに一番必要なのは何だと思ううーん、なんだろう。俺は子育てしたことないから偉そうなこと言えねえけど、想像でしか言えねえけど、愛情なんじゃないかな。わかんないけど。うん。うん、貧乏お金とかじゃなくて、 なんだろう貧乏でも何でもいいからとにかく愛情を欲してるんじゃないの子供は家族とかわかんないよ想像だからでも愛情があったらその子はすれないしその子はたくましく生きていけると思うよ、うん、愛情じゃないのうん人間関係と一緒だと思うけど子供だとしても俺はだから子供もも一人格者だと思って接するからうん 言い方は優しくするけど決めつけたり怒ったりしないもん君はどう思うってう君どんなこと考えてるとかそういうふうに接するけど、ね、うんどうなんだろうわかんないねそれはまあお母さんとか毎日戦ってることなんだ愛情を持って接したらいい子供になるよどんな子供でも 無償の愛じゃないそう愛情じゃないの愛,愛情がなく育っちゃうとさやっぱ非行に走ったりとか人間関係グツぐツになったり不幸になったりとかうんまあだ,だと思うよその子はその子なわけじゃん ほらどうしてもさやっぱり自分が産んだっていうことで母親ってものっていうかさ自分の所有物って考えちゃうと思うのそれはまあ本能だからもちろんそれも素晴らしいと思うんだけどでもやっぱりさそのやっぱ一人の人間なわけだしさ将来どうなるのか親が決めるわけだから親の影響下にあるわけだからやっぱりそのなんだろうなんだっけその。 親が賢いとなんで子供が賢くなるのかって DNA で判断されてるんだけど違うの実は親って大人になってもそういう親って本を読んだりとか勉強してるんだよそういうのを見るから勉強するのが当たり前っていう習慣の方が影響が強いらしいの DNA ももちろんあるんだよ IQ とかだけれども実は習慣の方が影響があるから特に母親 だからコーヒーか紅茶を飲むか緑茶を飲むかっていう選択肢とかって親とほぼ酷似するらしいのだから習慣特に母親の習慣母親がどういうふうにするかでその子の人生が変わるんだよねもちろんお父さんの影響かもあるけれども特にお母さんは意識しておいた方がいいよねそう勉強する子供運動する子供ただの堕落した子供になるのかっていう要は賢くなるのか全部親の影響だよ 特に母親のそうだよだから母親がそういうデータとかを読んでおけば子育てに関する本何冊か読んでおけばわかるわけじゃん変なスピリチュアルのさ占い本とか読んでる暇があったら、うん、そう愛されあ子供は無条件に愛される資格があると思ってるねそれは子供だけが持ってる特権なのだからどんな生物も子供は可愛く生まれてくる い愛おしくなるように生まれてくるのは母親が愛情を持つようにだから子供って丸くて可愛いなのどんな生物もやっぱ子供の頃って可愛いじゃんトカゲだろうがさ鳥にねえにひよこだって可愛いさ守らなきゃっていう母性本能が湧くように作られてる赤ちゃんも可愛いじゃん猿みたいだけどだから愛してあげればいいそのまま ただその動物とさ人間の違いっていうのはやっぱ理性であったり知性であったり感性であったりっていうのは動物とは違うわけだからそこをどういうふうに育てるかっていうのは俺は母親の影響はすごく強いと思う生まれた瞬間に勝ち組負け組って決まってるのかなそれを変えるのが人間性だと思ってるよそこに負けないのか愛情を注いであげて 生まれは豊かではないお金持ちではないかもしれないけれどもその子の人生を愛情を持って変えてあげるんだっていう人は俺は本気になればいつでも変われると思ってるからそれは俺の価値観だからそうそのそれに負けたらダメだよ、うん、可能性は少なくてもそこにかけるべきだよねだってそれで私貧乏だからこの子も貧乏なんだわっつって貧乏のループなのか誰かが止めないと、うん、だからこそ勉強しないといけないわけだ だからこそ豊かになる、豊かになるために生まれてきたんだから、全人類が。全人類が幸せになるために生まれてきてるんだから。違うか。うん。うん。まあまあ、それでも、離婚したとしても、愛情の注ぎ方あると思うよ。 頼ってくれんの嬉しいけどねなんか子供がいたってる誰かに聞こうあ和道さんなら何とかしてくれるかもって言われて俺医者じゃないから金玉痛えっつってんだからさよっぽどいてんだよ、うん、いや俺めちゃめちゃ速攻ブロックするから <laughs> うんいやもう最近はねそういう風になるべくありたいと思ったけども無理だと思ってブロックしてるだけだから サイレントブロックだあ会話ができねえやついっぱいいるから <laughs> もう疲れたよ俺話が合う人と話するだけだよ俺はねもう割り切ったのここ最近要は一人一人とどんな荒いコメントしても誠意を持って誠意を持ったら誠意を持って返してくれると思ってたから違うんだよもうバカはバカなの何言っても分かんないの大人になってるやつはねそうだからもういいやって 例えばさふわっちってさアカウント登録数100万人超えてるわけよ100万人近くがみんなのアプリの中に入ってるわけじゃんまあ、サバアカも含めても50万人いると思うんだよそう考えたらもう4400500人か4500人の俺のこと好いてるフォロワーさんのために生きようって決めたの100万人に好かれるなんて無理だからだからもう全部ブロックしてんの 興味がある人はフォローしてくれ応援してくれる人があったらフォローしてくれ俺は大事にするで、その人たちのために放送するから他はもう全部いらないって、うんうん、あゆとりができた図がもうだから諦めたよね自分がどこに向かって話するのかっていうのを徹底したからもう話を聞かない人は出て行ってもらうっていうふうにしたおートラック10倍出たありがとう 最近ストレス溜まってないね。うん。溜まってない、溜まってない。てミーありがとう。10倍出たよ。トラックありがとう。うん、同じフィールドっていうか、あのね、なんか、レスバトルとか俺、2チャンネルとか見てて、言い争いしてるスレッドって嫌いなの。そもそも。そもそも、こんなところで議論したところで、お前何様だった話で。<laughs> なんか偉そうにうんちく語ってるけど、 別に世界変わんねえからみたいなお前らがレスバトルしてるところでって喧嘩から何も生まれないと思ってんので俺のことが嫌いだったら見るなっていうだけで <laughs> そのみんなはさ俺のフォロワーさんは俺の話が役に立つとかためになるとかさ俺の話が聞きたくて来てる人がいるわけじゃんその人には惜しげもなく話せばいいからシェアをすればいいからでもそもそも話嫌いな人に 話聞いてもらっても何も得がないからお互いに時間の無駄じゃんだからもうそこはやめたんだよね俺、うん、速攻ブロックだよ速攻ブロック速ブロフォローしてない人は速ブロ、うん、そう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 ,そうもう要はあの人を選ぶしかないんだよね俺はもう万人に向けて話したかったんだけど もう数がでかすぎるから応援してくれる数が4,400人いるからそうし,ょもうしょうがないけれども申し訳ないけれども嫌いな人には見てもらう必要がないから,から荒れなくなったよね、うん、この放送が荒れなくなったら心地よくなったよねだいぶうんそうそう「好天スパイラル」ブロックを頻繁にするようになってから あの普通の潜ってたリスナーさんコメント書きやすいって言って普通に会話が弾むようになったっていうことが一つ閲覧が増えたアイテムがそのおかげで楽しいからって言って応援してくれる人が増えたでフォロワーさんも増えた <laughs> 百害あって一理なしってこのことなんだよよくアンチを養分に変えろとかアンチのおかげで花火が飛ぶって全部嘘だったんだよあいつらの言い分何も当てはまらなかったんだ びっくりするよ、ね、まあそこに気づかなかったら俺も悪いんだけどよくよく考えたらさ文章かわいいでしょそうだからやっぱり誰に向かって話すのか俺は誰要はさ安室奈美恵のファンはさ安室ちゃん大好きなわけじゃん安室ちゃんが嫌いな人をさコンサートに行かないじゃんだから集まってきてチケットを買ってないとか ファンじゃない人はやっぱブロックするわけじゃん事務所側が SP とか入れてやっぱそういうのは大事だよねやっぱつまみ出していかないと楽しい空間が守れなくなるそう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 だからニコ生衰退したわけだからね いや好きと嫌いは紙一重なんだろうけど嫌いだ嫌いだ嫌いだっていうと好きな人が迷惑するって話ね嫌いなら嫌いなコミュニティを作って勝手にやればいいじゃんでしょ自爆でやれって話じゃん「嫌和道が嫌いな人集まれ」ってタイトルやってる分には俺らノーダメージだから時間の無駄をする必要ないから だだからそのなんだろうよく言うんだけど雑談たぬきにこんなこと書いてあったんですって報告するファンの人いるんだけどファンなら雑談たぬきなんか見ねえだろうっていう <laughs>「お前何しに行ったの?」って言ったら「もう見ません」っていうの。要は雑談たぬきっていう場所がどういう場所なのか知ってて見に行ってるわけじゃん。あんなんしか書いてないんだから。 だって本当に知ってるんだったらさ本当に知り合いだったらさそんなこところで書かないでしょ要は噂噂を信じちゃう人はネットを使うのに向いてないそう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 だからまあそういう人間の人たちの集まりなんだよ自分の都合の悪いところから目を背けて人を攻撃するっていうことはさ 自己承認欲求が満たされてないからの要は人のことを自分より下にしたら自分が上になるって錯覚ってあるじゃん要は人間のマウンティングの本能なんだけど自分が優れてないのはね自分よりも優れてるものを落とすように見せて自分が上がってるように感じ自分のポジション変わってないんだよだ本当に成功してる上にいってる人間でそういうことしないからうん 会話,会話にならならいよね、うん、それを最近やっと分かったかな俺は誰に向かって話をするのか聞いてくれる人に話をするで話を聞く気がない人に話をしても何にもならない ネット独特の価値観だよね。リアルな社会では起こり得ないから、それは。だから、匿名性が高いネットだから強気になっちゃうっていう。俺は本当はすごいんだみたいな。普通はさ、外見と今までの経歴と名前と学歴等とかいろんな社会、どこに所属してるかでポジションがあって話をするの。僕はこの目線からこう思いますっていうのが普通の会話なんだよ。だけど、 日本人っていうかそのネット民の脳みそっていうのはさ名前も隠す顔も隠す所在も隠す自分が何をやってきたも隠して正論っぽいことを言いたがるその正論すらもコピーペーストなわけですよそれでマウンティングをしてあってレスバトルして何になんのって何もなんないじゃんこっちはさ名前も顔もさ全部晒してさ住所も晒して生き様も晒して勝負してるわけだからあれは本音じゃないよ要は言いたいことを言ってる便所の落書きなの まさに便所の落書きだよ。便所の落書き。あ、トーストさん、うちフォロワー限定放送なんでコメントしないでください。ブロックしますよ。上がらないよ。自分のファンだけに向けて放送するよ。 と暮らして私のこと知らないのにいろいろ言われるけどどうでもいいと思う関わる気がない誰に言われてんの <laughs>、うん、っていうかねあのなんだろうね適当だから適当なことを言えるんだよ、うん、知ってる人は言わないよちゃんと見てる人は言わないよ 観察人間を測れる人は言わない他人の生き方にケチつけない自分のやるべきことをやってるからあほっといていいんだよあ石野ファンに言われんの石野にファンなんかいないよ <laughs> 谷さん <laughs> 石野にファンなんかいないよ <laughs> トラッカーありがとうテミーアイテムありがとう、うん、フォローしたのですがはいはいじゃあコメントどうぞで言いたいこと言っていいよ何、うん、おはようピースさんおはよう あなたにとっての成功の定義を教えてください。トーストさん、あなたのあなたにとっての成功の定義は何ですか？うん。そもそも論からしましょう。あなたにとっての成功の定義化をしてください。 それなりな成功者は見習えとういう人。ごめん、日本語が分かんねえわあの。会話ができない人はブロックしますからね。あの、成功の定義を教えてくださいっていう時に、俺が聞いたんだ。それなりな成功者は見習えとういう人っていうのが答えになってないんだけど。えっと、いやいやあなたが成功してるかどうかを聞いてるわけじゃないんですよ。会話ができないんですか会話ができないんですか 僕は「あなたの成功成功の定義を教えてください」って言ったんだよトーストさんが考えるねあなたにとっての成功の定義は何ですかって聞いたときに「自分は成功してません」ってそんなこと聞いてないから俺うん石野と関係をなんやかんや言わないの配信者もいろいろ言うあ俺あの人の人生に興味ないし俺は石野が幸せになったらそれでいいっていうのが昔から考え方だから 前からそうだよ、うん、あいつのファンだから俺は、うん、あいつの生き様見てみてつうかあいつが何を見つけてあいつが何を語って俺ただのファンだもんあいつのだから力になれることがあったら金は渡せないけど俺もこの商売だからあまあ金だいぶ渡したよ <laughs> 小遣いだいぶ渡したよって言っても俺が金渡したんだぞよっぽどだよケチの俺が だいや小遣い渡してるよ俺石野に飯も食わせてるしよ俺は人の人生には干渉しないあいつが何を見つけてあいつが何を手に入れてあいつがどういう経験をして何を語るのかに興味があるだけうん1億くらいは様子見れる人だと思いますごめんなさい何言ってるか分かんないですね1億円ですかうん いやだからあいつが「いやもう死にたい」とか「ホームレスになりたい」っつったら「じゃあ今から死のうぜ」って言って <laughs> あいつが「死にてえすワドさん」っつったから「ああじゃあカメラ映してやろう今から配信回すからお前死ぬところ映せよ」って言ったら死ななかったの「いや」とか言って「また出たよ」とか言ってあいつニヤニヤ笑うの「いやワドーさんそういう意味じゃないんすよ」 いや「お前死にたいって言ったじゃん」つって「俺死ぬとこ見てお前が死ぬとこ見てみたいから俺カメラ撮るわ」つって「いやこいつ話になんねえわ」っつってでその後に「いやもう和ドさんも何もかも捨ててホームレスやろうかと思ってんすよ」って言ったから「え何俺の家出てくの?」って言って「じゃあ俺手伝ってやるよ」っつって「あのホームレスいっぱいいるところあるから」って言って連れてったんだようん1億円ああじゃあ僕とあなたの成功の定義違いますねはい うん、あの1億円とか別に成功してるとか思わないんで1億円持ってる人だったら周りにたくさんいますよ仕事じゃないね遊びうん俺は遊んで金つかむんだ金くれアイテムくれ遊びで金つかむんだ遊び遊び遊んで暮らしてバカにしようと思ってるから 働かないと生きていけねえよって言ってた俺に嘘をついてた大人たちへの反抗だからみんなお金ちょうだい俺遊んでるだけで金つかみてんだ俺嘘つかれてたから遊んでて金入ると思ってんのなめんなって大人に散々言われてきたからそれ戦ってんのいや遊んで金つかんでやるよバカ野郎って言って遊び遊びうん はどうかよってたまに言われるんだ、うん、いやいいんだよなんかねあのね自分の人生の答えは自分しか出せない自分の人生の答えとか感覚っていうのは人に植え付けられるもんじゃなくて答えなんてものは自分で出すもん人間ができること周りの人間ができることは影響を与えることだからなんだろう俺は一種の人生変えられるとか思ってないから 石野がそれは決めることだし石野が望んでやることだし失敗も成功もないんだよ石野が笑うかどうか泣くのか笑うのかを見たいだけだから決めるのはあいつだからね俺もそうだしだからリスナーの言うこと聞かないでしょでしょ決めんの俺だから リスナーができるのはいやこいつ食わせてえなと思ったらアイテム投げることあこいつになんか金つかませてえなと思ったらアイテム投げるあとはまあコメントでさ応援することだよねそうそう一緒の人生だからそう一緒に生きていくことはできるけど <laughs> 自分の人生で手一杯だよ一緒に生きてくんだったらねまあ谷さんの場合は どうやって生きていくか2人のルールがあると思うけどそんなもん俺は知ったこっちゃないかんねんラジコン配信者がラジコンになるぐらいだったらサラリーマンやれよと思うよ <laughs> あれやれこれやれって言われてやりますって言って何が面白いんだその生き方クそくそソつまらなそうだよねその生き方 部屋狭いよ、うん、ごめんここフォロワー限定放送だわ Y だよ、うん、あのコメント禁止だからブロックねブロック対象ね ビーマンの辛さいやいや本当にいや辛いこともあるよ全然変なやつに絡まれるしうんだんだろう仕事ではないかななんでかっつったらやりたい時にやれやいいからだからいつも言ってんだけどルイコっさあの配信者に憧れて配信者になってないの俺あの手段としてツールとして配信を選んでるの自分自分のなんか電話とかとなん,かなんつうんだろう 電話とか電卓とかと一緒ツール道具鍋とかと一緒カセットコンロとかただ自分を表現するために必要なツールであって別になきゃ生きていけないってわけじゃないから何て言えばいいのかな、うん、ツールでうん仕事っていうのは使えることって書くの仕事の詩っていうのは使えることって書くのだからそもそもあの 誰かに仕えて誰かの言うことを聞いてお給料をもらうのが仕事なのねそんなクソくらいだと思ってるから俺はてめえで稼ぐわって仕事じゃないじゃん、うん、腹減ったどんぐり拾いに行こうとかそういう感覚だからうんそうそうやりたいことがそたまたま配信だっただけでうんだからみんなはさ金を稼ぐ手段が仕事だと思ってんのよ 違うの別に。なんだろう。なんか別に、なんだろう。シンプルでさ。なんかファンが多ければ金が儲かるってだけだから。金持ちが今この瞬間に大花火投げたら儲かるってだけだから。ああ、もういないだろうね。うん。うん、多分、うん、いないと思うよ。うん。多分もう金の手段として配信を選ぶ人が多いと思う。フォローしたら OK だよ。じゃあコメント書いて。 フォロワー限定放送だから。うん。ありがとう、フォロー。まあまあ、そうだろうね。だから別に俺、配信以外にも、なんだろ YouTuber とかブロガーとか、まあネットで活動しようと思ってたから、ライターやろうかなとか、な,なんかいろいろ作家やりてえなーとかも思ったし、いろんな選択肢あったよ。で、まあ、現実的だったのが配信か YouTube かってなって、で、まあ、一番ね、 YouTuber やったことあったからやったことないことやってみようと思って経験値広げたかったから配信選んだだけで、うん、別に何でもよかったんだよ自由に生きていけてファンからお金もらえる仕事だったら何でもよかったんだよねファンビジネスっていうかまあビジネスっていうとまた仕事じゃんってなるけどファンからお金もらって自由に生きようっていう俺が何やってもファンがお金落としてくれる状態 だからそ,のそのために自分磨きをしないといけないけどねあのファンに関心持ってもらう考え方とか価値観であったりとか、まあうん、まあ配信で言ったらトークスキルとか磨かないととは思ってたけどリスクなんかないよだからさっきも言ったんだけどじゃあね俺の場合中卒なんだよルイコスサよく聞いてえっ、ー、と2つ選択肢がありますと1つ目の選択肢は えとお金ゼロかもしんないけど当たったら無限大富も名声も地位も名誉も全部入るっていう選択肢ただお給料はゼロかもしれない自分次第っていう選択肢自由ねもう一つ、えー、と俺の場合だよ俺は中卒で学歴がないから、えー、と成田で働いたら時給800円なの1日働いて8時間働いて、えー、800円だから葉っぱ646400円 <laughs> えっと1ヶ月22時間働いて17万、まあ、手取り15万ぐらいだよ。ね8時間人生でしかも休憩時間も会社に拘束されるから移動時間も含めた実質9時間半なの起きてる時間の9時間半を22時間1日費やしてね15万しかもらえないっていう方がリスクに感じたの俺は。 だったら自分の才能を信じて5年間でも10年間でも何でもとにかく一生懸命やって自分の才能に見合ったお給料をもらって青天井でだから15万の俺3倍4倍稼いでるわけじゃんよくよく考えたら俺15万の方がリスクじゃんって思った俺にとっては正解だったよ、うん、そう思わないリスクはだからかあの仕事することの方が俺はリスクだと思ったどうもうるいこさそう時間の切り売りだから だから人を動かすか金を動かすか時間を動かすかまあ最終的には体を売るかだよね男だったらだから土方とかさ体張る仕事でしょまあ時間を売るんだったらまだマシな方でしょ敵な方でしょ、うん、はいおはようアイテムありがとうおはよう いや、スキルの話じゃないね。いや、低リスクだよ。全く低リスク。失うもんがないから。うん。ていうか、俺はそもそも、なんで高校を辞めたのかって言ったら、あの、リスクだと感じたからなんだけどね。うん。大学行っても多分、あの、官僚とかさ、公務員とかさ、企業に勤めるっていうのは、俺はやらねえなって分かってたから。中3の頃から。だからもう、自営業やるって学校の先生に言ってたんだけど、 最初社会に出るって言ってたんだけどまあここどうしても行ってくれて先生が言ってくれたよ恩師とか勝手に願書飛ばしちゃって勝手に推薦入学しちゃったからまあ恩があるから行くかっつっておおほ今だったら大問題になると思うよ先生が願書勝手に出しちゃったんだから頼むから行ってくれって言ってくれて俺のためだからって途中でやめてもいいって一回行ってみろって、うん、まあでもやめて後悔はないね すげえ楽しい今がじゃあ間違ってなかったよ、うん、まあだから俺にとってはだよねだからまあ学歴が高くてスキルがあって官僚とかになれたりとか上場企業でねすごいいいところで勤められるんだったらそっちの方がいいに決まってるんだからでもねそんなやつはこんな放送見ないよ <laughs> でしょ <laughs> 国のブレーン腫れたり上級国民になれる器がある人とかこんな放送見ないから 公務員は全然羨ましくないようん全然羨ましくないよむしろ一番なりたくない職業のトップ10に入ってるかな公務員って俺は全然嫌だね堅苦しくて生きんか嫌でしょストレス溜まりそうでしょ公務員やつれてるじゃん嫌だよなりたくないよあんなの だから株のトレーダーとか FX のトレーダーとか近いなって思うけどそれも違うなって思ったのが株のトレーダー FX のトレーダー確かに青天井なんだけど好きなことやってるわけではないじゃん誰もさチャートを見てさこう楽しいと思う人っていないはずなんだよやっぱり仕事なんだよあれも後で買えるけどねあのバーって5年間とか才能でバーってやって億万長者になったあと楽するっていう手なんだろうけど 俺はねあれは才能が必要だと思ってるから株 FX ビットコイン系はなまあかっこいいなとは思うけどねあー公務員子供好きなだけおお。知人は親が公務員だからいくらでもコネで入れるんだけど子供の頃からやりたかった店を出して成功してる初めは親から猛反発されたやりたいことやってんのが一番楽しいよだって 死ぬ時に後悔するもん俺の人生何だったんだ絶対思うよ。あのねこれ名言言っていいもうこれ花火が7発飛ぶ名言言っていいですか絶対にトータル花火7発飛んじゃう名言言っていいですかあワードそれ名言だわ今日の放送を見てよかったわ。で花火7発飛ぶ名言。 花火がたった一言で7発も飛ぶ名言言っていいっすか皆さん。7発分の花火の名言ってなかなかなくない聞きたいの聞きたくないの。花火が7発飛ぶ名言。頭きた。言わない。うん。何も言わないじゃん。うん、ジュースおいしいえ。じゃあ名言,言言おうか。聞きたい。いや、これマジで俺の。 結構これ悟ったなっていう。これは結構ニルバーナに達したなと思った、これ名言。後悔っていうのはやらなかった時するの。あの子好きだ。でも片思いで終わる。あの時告白すればよかったとか。俺は本当はサッカー部に行きたい。ね。でもサッカー部に入らなかったとか。一生懸命やらなかった。やらなかった時、後悔が起こるの。 で好きだ付き合ってくれ君と付き合いたいんだ振られる後悔しないからでしょ一生懸命甲子園目指す負ける後悔しないんだよ要はね人間っていうのはいや本能が教えてる俺はこれがやりたいんだ好きなんだ付き合いたいんだとか甲子園行きたいんだこれをやらなかった時後悔するやったら後悔しない失敗から後悔は生まれたことがない俺はやるから 全部やるから、うん。失敗して別に後悔なんてない。うん、名言だろうこれ。だから後悔のない生き方をしたくない。後悔たくさんあるって全部振り返ってこない。やらなかったことなんだよ。でしょ後悔、自分が後悔したこと振り返ればいい。やらなかった時なんだよ。あの時やればよかったって。うん、失敗したこととか、 後悔に入らな「いはず一生懸命やったけど無理だったわ」つっているその大人はやってないのその大人はやってないからひがみで言ってんのやりたいことやって要は自分がみんな正しいと思ってるから自分がみんな正しいと思ってんのわかる だからやってないやつのルールとやってるやつのルールは言ってることが反対なの。でしょ、うん、でしょここフォロワー限定放送だから。だからやってなやらなかったやつ夢を諦めたやつやることをやらなかったやつは言うに決まってんじゃん自分が正しいと思ってんだから。でしょ 夢なんんてて見てんじゃねえって夢叶えた人はみんな夢見ろって言ってんじゃんそうじゃないだから成功してる子供は成功するんだよ成功したら楽しいよっていう風に決まってるじゃん 思わない買ったジュース全部飲んじゃったわこれ3本と体に悪いわフルーツジュース3本とヨーグル3本飲んじゃったよ <laughs> 成功した方が正しいじゃなくて人間っていうのは自分が正しいと思ってるの多くの人が自分が正しいと思ってるのだから自分の価値観を子供とか他人に植え付けちゃう なんでかっていうと自分がかわいいからうん自分を守るために言ってんだよ甘いもの大好きっていうか花火7発飛ばないの結構いいこと言ったんだけど花火飛ばないの夢なんかいくらでも大きくていいんだよだってどうせ死ぬまでの暇つぶしなんだから うん、俺は経験則で語ってるよセミナーとかいっぱい通ったよ俺はうんセミナーにも通ったしあのすごい人ともいっぱい会話をしてきたし勉強させてもらったけど今言ったのは全部自分の経験則ねだって自分の言葉じゃないと説得力ないもん、うん、だから経験してないことは言わないよ俺はうん 未来に対して希望いや俺未来に対しても希望とか持たない変な希望とか持たなくなったね今や,るやりたいことを積み重ねてるだけだよだから映画撮りたいなって未来に思ったら未来りもう思うのは自由だけどそんなポケット見てても終わるからみんなカメラ買いたいんだよカメラ買ってよって,ってで今照明6万する照明が欲しいの2発だから12万かかるのだから 花火ちょうだいアイテムちょうだいっつって12万ダめ照明買ってで今度多分クレーン買ってで今度パソコン70万のパソコン買ってでまあやりたいようにやるんじゃんだからい今どうするかいやガンガンアイテムくんねえって毎日言ってんじゃんただそれだけだようん <laughs> ただそれだけうん時給800円で働いてたことあるよ うん、っていうか俺アルバイトあれとんでもなくやってるからねアルバイトの経験60何個やってるからね社員2回しかやったことないけどまあ会ってなかったね経験は嘘つかないからねうん自分が正しいと要は正しいって言ってもらわないと安心できないんだと思うよ 君はすごい君は正しい君は素晴らしいって周りから言われないとその生きづらいって考えてる人が多いんだと思う要は他人の価値観で生きちゃってるんだよ多くの人がだからその社会がとか世間がとかそういう人はそういう言葉をよくとか自分の言葉を持ってないでしょ世間的に社会的にとか、うん、そんなの許されないよとかさ お前の意見は何なんだよっていう。うん、俺とお前の会話だろうって。社会とか世間とか関係ねえよって。何だお前って。<laughs> お前国かって。<laughs> お前いつから国目線で語ってんだみたいな。お前世間代表みたいな、うん。お前洗脳されてんじゃねえのっていう。お前会社の社長かみたいな。お前なんだ総理大臣かみたいな。 まあ、うん、まあそうだろうね、うん。俺はここにいる一人一人と会話してる感覚だね。うん、俺はこう思う。世、う、間、ん、では通用しない考え方だね。ああそうだろうねって。うん、世間ずれしてるよって。 決めつけとかいや別になんだろうね求めてないアドバイスなんかいらないからね、うん、ただの押し付けだからねうん生ポじゃないですけどていうかここフォロワー限定放送なんでフォローしてない人全員ブロックします今からムカつく上司に報復した方がいいえムカつく上司がいる会社になんで所属してんのかよく分かんないんだけどバカなの むかつく上司がいる会社に所属してその会社に利益を落とそうとしてるのかわかんないんだけど <laughs> 俺からするとそっちの方がわかんなくてムカ、うん、つく上司が超えてくだけじゃん俺そんなところで働かないから。うん え親が今でも押し付けてくるからマジで嫌いなんだけどどう自分の中でしたらいいと思いますかどうしたらいいと思いますかうーん親がムカつくって親から飯食わせてもらっといてそんな態度言ったら俺だったらぶっ飛ばすけどね <laughs> 俺が親だったらお前みたいなクソガキはぶっ飛ばすよ俺は16歳の時親が嫌いで殺したいと思ってたから俺は家を出てったて けどね親から食わせてもらってるんだったら出てけよまず俺はそのためにバイトでも何でもやったよで俺がもしお前みたいな子供だったらお前をぶっ飛ばすねうん前歯折ってやるようんでそれが嫌だったらてめえでアルバイトでも何でもてめえの器量出ていけようん 正直映画なんて無理だろうとか最初思ってたけどワドさんの写真の構図みたいな発言聞いたらマジでこの人いい映画撮るんじゃないかと期待してるいいんじゃん別になんか見たい時見ればいいんだもんうんいや出ていったよ俺は、うん、まあいいものができるかどうなのか分かんないよ映画に関しては まあ作品ができてからそれは評論するべきことだから、うん、まあもし早く見てえと思うんだったら花火投げてあバーガーでもハートでも風船でも何でもいいから俺の映画が早く見たいんだったらほとんど金の問題だからガンガンアイテム投げて、うん、そのそのスピードは速くなるだけだよ金集めに1年ぐらいかかると思ってるからまあその間にスキルアップしようと思ってるから同時並行って考えてるけど 今とりあえず照明だね2発2発でなんとかなるかな、うん、とにかく飯食わせてもらってる身分だったらガキに発言権なんかないよああありがとうはうん全然少しじゃないよありがとうありがとうシナリオは頭の中にあるんだけどそれをセリフ起こしとか脚本書く段階ではあのー、ちょっと苦戦してるかな 構想は頭の中にあるけど具現化ができてないっていう、うん、例えばこのストーリーでキャラクターがこうで構図がこうでっていうのを共有するための仕様がないわけよで今5ページぐらい書いてるかな、うん、頭の中にあるよここでこういうシーンでここをこうさせてこうさせようとか観客こう思うだろうなとかあるうん あ俺はねいいものを作ろうなんて鼻から思ってないから自分を満たすためのオナニーだと思ってるからプロットはできてるできてるプロットはもう公開してるよ脚本も途中までは公開してるうんだから3部構成で今回やるから本当はねもっと予算があれば一発目のあの狭い部屋の中でやるやつを世界でやりたかったんだけど砂漠で撮りたかったのね まあ砂漠は無理だなっていう <laughs> ちょっと無理があるなっていううんそうそうそう自力で勝ち取りな自分で自分の人生どうにでも切り開けるから親の言うことが気に入らねえんだったら力をつけなバイトでも何でも歯食いしばってやんな、うん、別に配信でもいいし何でもいいとにかくあの悪いことはダメよ悪いことはダメでそう自立そう親から飯食わせてもらってその態度はねえよ ルイコスターありがとう花火応援ありがとう、うん、そう親から感謝しないとな親が一生懸命働いて血眼になって働いて飯食わせてもらってねっていうこと聞かなかったらお自分だってぶっ飛ばしたくなるだろうそりゃダメだよやっぱ親から支援されてんだからだったら親と縁切る覚悟でね俺はこうやってやるんだって言って都会でも何でも行きゃいい、うん、死にゃしねえから日本だったらで 狂ったようにアルバイト3つで、ももつでややってやれ、うん、で100万作れまずす。そしたら、どこにでも行けるよ。若かったら。うん、いや、そりゃそうでしょ、うん。親からしたらふざけんなでしょ。うん、食わせてもらってんだから。うん、食わせてもらってるときは黙って聞くしかないんだよ。力がなかったら。 そうそう,はじそう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 いうことテリーさんそうそうそうその時に初めてあ母ちゃんこんなに苦労して料理作ってくれてたんだ父ちゃんこんなに頑張って仕事してたんだその時初めてね当たり前がありがたいに変わるの当たり前だと思ってたこと親ムカつくって飯が出てくるのは当たり前洗濯してくれるのは当たり前ねそれがありがたいに変わるあることが難しいに変わるそれはもう経験しないと分かんないだからクソガキ働いて稼いでこいで終わりだようんそう それで立派にやったらお前の勝ちだからうんだからそれは証明しろ、うん、俺も戦ってんだよそう俺に働かないと幸せになれないあの働かないと金もらえないって俺は証明してるから、うん、はた遊んで暮らしてるからうんあそうなんだ坂上忍も同じこと言ってた、うん、そうガキに権利なんかないよ そう自分でやってありがたいと思って感謝できるようになるんだよ。うん、ペロペロはね人にしてもらわないとダメなんだよ。わかるペロペロは自分でできないから。ペロペロしてくれる人がいないといけないいやごめんなさい。それはちょっとプライベートな話だわ。うん、個人的な話が入ってきたからやめよう。 ありがふわつたりうんだからなんか人様にとやかく言われることじゃないと思ってるからあの映画なんてヤク,ザがヤクザの仕事なんだからあんなのうんいあの映画なんてさあのもともと興行じゃないんだからもともと 映像を撮るのが好きな人だとか勝手に人々を驚かせようとか撮りたいもの撮ってやってたんだよ。本来の意味では映画だよ。商業とは何の関係もない。もうイン撮りたい、見たい、応援したい人たちだけで作り上げる映画だよ。うん、技術がとかどうのこうのないんだよ。俺がかっこいいと思うもの、俺が素晴らしいと思うもの、美しいと思うもの、ただ撮ればいいんだよ。 ストーリーがどうとプロットがどうと専門用語なんかいらないんだよかっこいいもんはかっこいいんだよでダメなもんはダメなんだよそれはどうなるかはわからん理由なんてないんだだからあのたけしさんの映画だってそうだったじゃんあの花火で賞禁止事を取るまでさあぶったたかれまくってたわけじゃん こんなの映画の撮り方じゃないとか芸能人がタレントが映画監督かとかこんなのって散々言われたんわけでしょ映画のど素人なわけだから楽しいから撮ってんだよっつってそれがさ世界で評価されちゃったわけじゃんこの人すげえつってまあ俺はさたけしさんみたいに賞を取ったわけじゃないしまだ作品も作ってないあれだからわかんねえけど俺はたけしさんのそういうとこかっけえと思うよ、うん なんか世の映画監督どもが賞一つも取れないで <laughs> ど素人のたけしさんが取っちゃったよみたいな、うん、金持ちの道楽っつうか金持ち腐るほどいるよ日本ってめちゃめちゃ豊かな国だからここに億万長者多分何人かいるんだよでも別に金持ちって金持ちでも貧乏人も関係なくて心が動かないと金は投げないから こいつに100円投資しようとかこいつに1億投資しようって決めんのはそれぞれなんだよ別に金持ちも貧乏人も腐るほどいるよ日本は、うん、でも俺,俺からしたらそれは関係ないから、うん、俺に1000円投げてくれんのか100円投げてくれんのか1億投げてくれんのかって俺の夢買ってくれよ早くって300万でできんだから、うん、簡単だよ300万だったら300万人が1円投げてもいいし1人が300万投げてもいいんだから 早く見たかったら300万投げろこの野郎って話でしょ <laughs> ジーンズでは寝ない俺裸で寝る寝るときはとことん突き詰めるつまあ配信も好きだし何だろう結果残せ結果残せって言ってるけどさよく言われんじゃん叩かれんじゃん 結果出したのとかよくアンチコメント書くけどいや結果出してんじゃんって4500人のフォロワーがいて配信でも常に200人とか150人キープできてツイッターも1500人フォローいて街中で歩いたら和道さんって言って和道さん和道さんって言われて俺の名前知らない人ねほとんどいない状態で芸能人の人とかから可愛がってもらってて結果出てんじゃんっていう今まで積み重ねたもの見ろよっていうそう思わない 普段活動してるわけだから。で、それを映画の舞台になるわけだからえ、映画の作品まだできてないよ。これから作るんだよってだけじゃん。そんなん結果未来にしか出ないよって。何お前バカじゃねえのみたいな。黙って見てろよって感じだよね。結果、結果っていうやつは。結果出してるから俺これで飯食えてんだわっていう。舐めてるよな、本当に。じゃあてめえの結果どんな感じだよっていう。うん。 いやだから北郷さんとかにかめちゃめちゃ可愛がってもらってんじゃん、うん、ね今でもね配信できてるっていうのは結果だし結果はこ,これだけどみたいな、うん、ここにあるすべての部屋に写ってるすべてのものがリスナーさんからの貢ぎ物とお金で生計立つてるけど何かっていう。 <laughs> 全部リスナーさんからもらったものだけどっていう <laughs> でそれが結果じゃないとしたら何が「お前の言う結果って何?」みたいな <laughs> 何のことっていう <laughs> ちょっとよく分かんねえわみたいな <laughs> じゃあお前の言うお前はどんな結果出したのって聞いてみたいよ <laughs> そう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 ,そう <laughs> ああまあまあ要はあれだよ言わすときゃいいんだよ、うん、言わすときゃいいんだよ楽しもうぜ道中道草を楽しんでさ仲間つのってさまあできたら俺らの勝ちだよ、うん、楽しんだら俺らの勝ちだから 願い叶ってるよ全部全部叶ってるよまあ時間はかかるけどねやっぱ2年3年って1個のことをやろうと思ったら3年は続けねえと形にすらならねえから、うん、まあどうなるかだよね <laughs> 子供だもん <laughs> 俺はね赤ちゃんが最強だと思ってて赤ちゃんってすごいんだよ赤ちゃんって俺は本当にすごいマイケル・ジャクソンと同じぐらいの価値がある全ての赤ちゃんには赤ちゃんがギャーって鳴くと可愛いから周りの大人を動かすんだよギャーって鳴くと「お,お腹空すいたのおっぱい飲む?」って「えうんちしちゃったの今拭いてあげるね」って あ着替えようねってお風呂入りたいのってギャーって鳴くだけでそれくらい赤ちゃんってパワフルの可愛いってだけで生きていけるのマイケル・ジャクソンも一緒そ,うそれくらいなんか一個の物事にこう没頭して俺がわーってお金欲しいって言うと「わどうな何お金欲しいの?」って「じゃあお金あげるね?」って「やったー!」って言って「やー!」って言うと「何ワどうって仲間が欲しいの?」って「じゃあ仲間になってあげるね?」って「やったー!」つって。 そういういのが俺本当とに全ての赤ちゃんがマイケル・ジャクソンとかジョン・レノンとかイエス・キリストとかブッダと同じぐらいの可能性を秘めてると思うの俺は赤ちゃんになりたい、うん、もう俺が「わーこれやりたいこれやりたいこれやりたい」って言うともう世界中の人々が「ああ和道がやりたいんだったらやらせてあげるよ」ってすぐできる環境になりたい、うん、俺はだから赤ちゃん赤ちゃんはパーフェクトな存在だと思って アイ、うんはい、フォローありがとう、うん、そういやー素晴らしい赤ちゃんは赤ちゃんは素晴らしいそれだけ可愛いからねそれだけ愛情があるそれだけ素晴らしい存在、うん、だからだこねてるやいいんだよ、うん、俺赤ちゃんになっちゃう最終的にはねなんかやりたいんだよねつったら全部用意します 全部叶えますってそれくらいわがままに生きてみたいね絶対達成したいけどいつか俺は赤ちゃんになるボルビックで風呂を沸かすからボルビックでお風呂入りたいよーっつってかしこまりましたってボルビックを買い占めてまいりますって言って水不足の日にそれを言いたいね 水が大変ですと水が足りませんっていう日にボルビックでお風呂入りたいっつって和道が言うんなら仕方ねえなっていうそう,そういう男になりたい。うん <laughs> 赤ちゃんはレクサスななくても幸せそうな俺ね時計とかね車とか意外と興味ないんだよ俺車の話と時計の話とかしないでしょ要はねなんつーの時計とか車ってまさに見せるものじゃんあれってだってさ別にさなんつーの軽トラックとかでいいから移動をすることを考えたらっていうか多分プリウスとかの方が安くてプリウスとさ <laughs> ランボルギーニとかフェラーリとか言われてもただ走る車でこの国って60キロ高速で100キロでしょ <laughs> レクサスで十分なわけじゃん中古のレクサスっていうかレクサスでもレクサスじゃないは,はなんだあの安い車レクサスじゃなくてえっ、ー、とプリウスでいいわけじゃんそうだからあんまりねそフランクミューラーとかなんだパジェだっけ ななんんか分かんないんだよロレックスとかそれなんいや iPhone で時間見れるっしょみたいな、うん、なんか分かんないあんまグッとこないんだよね、うん、あそうなんだへえだから車とね時計とあとなんだろうな車と時計と家家も別に安い家でいいんじゃないっていうそ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 うあんまりねグッとこないんだよね そこに何か,か一番無駄なものっていうか,なか見栄を張るだけのためにお金を使ってる言わないでしょ時計欲しいとかだから服も別に何でもいいそれよりもカメラが欲しいとかさその作る上で必要な道具っていうのは必ずあるからそれにはこだわりあるけどねあんまりないんだよねうんだ多分車とかも免許も取らないだろうし のりこが運転してくれたりリスナーさんにどっか行きたいんだけど車出してって言ったら出してくれる人いるからうんだから別にねフェラーリ乗りたいとかなんだろううんあんまないかなまあまあお金つかんでねあまり余ったら買ってもいいかなぐらいでカメラは何でもよくないから <laughs> もううそこは全然違うよカメラ何でもよくなくてめちゃめちゃ勉強したからあのカメラにたどり着くまでそれはめちゃくちゃでしょカメラ何でもいいわけないじゃんあのカメラじゃないとあの性能であの写真撮れないからあモテたいっていうのはあるかもしれないだから女にモテたいっていうのは本質的じゃないと思ってて俺モテるんだよ 多分俺と付き合いたいやつ今日例えば俺が彼女いなくて俺とパコリたいやつあのどこどこのホテルに来てっつったら多分十10人は来るの本気で余裕で俺が彼女いなかったら絶対来るんだよっていうの分かるの俺だから別になんか何俺生活保護の頃からそんな感じだったしホームレスでも彼女いたぐらいだからなんかその人間力だけでモテるから 俺ユニクロしか着てなくてもモテたのバンドやだから女切らしたことないしうんだから全然なんか俺時計なくてもモテるしなみたいなっていうかモテ商売だからフォ,ロフォロワーゲットするってでしょ好き好きって思ったりファンになってもらうのと一緒だから感情はそれがたまたま異性だったり人として好きっていうふうにいや本当だよの女に困ったことないもんだから俺女のケツ追っかけないのそれな だから俺のこと好きな人って手挙げさせてで一番好きなやつは「あ君でいいや」みたいなそういう感覚「ディス」って言って「お前いいじゃん」みたいなだから別に車いい車に乗ったらモテると思ってるやつはモテないやつだよそれ車がモテてるだけだからみたいなお前にお前がすごいんじゃなくて車がすごいんだよっていうでしょ お前がすごいやつなんじゃなくてフェラーリがすごいんだよっていうそうだよ石野でさえオフパコできるんだよでも俺全然だからあのまあねえのんちゃんは48歳かもしんないけどたまたまねえじゃあババアじゃねえかって言われるかもしんないけど俺全然若くて綺麗なことお前らが羨むやつなんか全然パコれるようんオフパコっていうのはオフラインでパコるセックスすること 要はあのなんだろう要はセックス裏でセックスすることオフパコオフラインでパコセックスすることフォローありがとううん,んな困らないよ別にいい時計してたらモテるっていう風に勘違いしてるやつがモテない男の発想だよなどんだけ自信ねえんだよみたいな金持ってなくてもモテるわって 金持ってなくて持てるどころか金持ちの女が <laughs> 寄ってくるんだから金なんか困らせねえよっつってあ本ほんとだよ、うん、いやホームレスだろうが女切らしたことないよ別に痛くない時は別には作らない時は作ってないけど、うん、最近もオフパコって俺彼女い,たいる時はオフパコしないもん俺うん フパコしたあと配信してたことあれでしょあのルリでしょルリでしょ、うん、あれ相当美人だよあれだからルリ別の名前で配信女性配信者で囲われてたけど「お前よ」ってあいつだろっつって「俺めちゃめちゃ好きなナム虫だからめちゃめちゃ羨ましいわ」って言われたもん アンチに言われたかんねよお前あいつと付き合ってんだろうって言われて。ダメだよ書いたら、うん、だからあれじゃん。人間味がないから人間力がないから人を心を動かせないから物に頼るんでしょ。ブランドの服着るとかそういうことだと思ってるから。別にすごいやつとかパジャマでもかっこいいからね。<laughs> あ高いね。メンヘラーで可愛い子、高いね。要はね、可愛い頃、ちやほやされて、社会に出たら実力社会じゃん。だから、結局、減らるんだと思うよ。それで。要は、後天的に減らるんだよ。もう子供の頃とかさ、小学校の頃、中学校の頃、可愛いってだけで、ちやほやされまくるわけじゃん。それが社会で通用しなくなるから、減らるんだよ。あと、年いくと減らるよな。 最近だからさニコ生でさ10代の頃20代前半の頃キャピ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 言ってさ言ってたのがさなんか28とか26とかになり始めて減らる率高いじゃんあれはね若いやつに取られていって人気が私どうしようっていう焦りが多分今来てるんだと思うのネット界でもそのね若ければ若いほどチヤホヤされててそれがだんだん花火上がんなくなって閲覧とかに如実に出るわけだからそれは減らるでしょ 私どうやって生きてこうって今いきなり現実に突きつけられるわけだから女の子は大変だよね、うん、小さい世界で持ってただけじゃなくて結局誰でもよかった可愛いければ誰でもよかったってことに気付くのよ。 私が好きなんじゃなくて、可愛い子が好きなんだ。可愛い子、若い子が出てきた時に。あ、私じゃなくてもいいんだっていうことって、多分その子。子からすると。自尊心がすごく傷つくんだよ。そういうこと。要は、私が、私の人間性とか、私に認められてるって勘違いしてて。なんだ、私の見た目だけが好きだったんだ。なお、だから、だから俺はそういうのがわかるから、いや、君のこと愛してるよって言うから、モテるんだ。 君が素敵なんだって君が可愛いから言ってるんじゃないっていうわかる君の人間性が好きなんだよっていうか女の子メロメロになるわかるそれがモテる和道和道流だよ、うん、若さなんて永遠じゃないのにそこが崩れると女はきついのかどうなんだろうね男はただ若い女が好きだったその若さが好きだったそう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  女は年齢に数があるってことを分かってない子が多い分かってないよね。可愛い子ほど分かってないよね。モテるのが当たり前だと思ってるから。そういうふうに育ってるから、可愛い子は。だから、それがすごくリスクがあることっていうふうに考えてない。だから、減らる。可愛い子が減らるっていうのはそういうことよ。だから、10代の可愛い子は減らってないから。<laughs> 20代中盤以降の可愛い子が減らってるんだよでしょ 当たってるでしょ逆に三十五を超えたババアの綺麗なババアは開き直ってるから <laughs> あざといからずぶといから減ら,らない <laughs> うるせえしたたかだブスでもババアでもモテる人いるんだよねそれは人間性でしょ、うん、いや人間としてモテてるんだよ うん、だから人間性磨けってことよ、うん。それだけを武器、そういうことそういうこと。要はね、自分の可愛さに、要は、芸を磨かなかったんだよ。そこで何か芸を磨いたりとかして、その時間にね、チヤホヤされてる時間に、したたかに生きて芸を磨いて、何か一芸につけて、一生食いっぱくれがないように生きてるやつとかいっぱいいるんだよ。でしょ なんかその人にしかできないことをやればいいんだよだから好きなことやれって言ってんじゃん普遍的なメッセージなんだよ好きなことやれって技術をつけろ身につけろ、うん、ファンをつけろってだから可愛さだけじゃなくてやっぱそのカメラでそうファンを撮ってる人とかは例えば牛島いい肉なんかまさにそうだと思ってて彼女可愛いいわけじゃんスタイルもいいわけじゃん自撮りっていう武器を磨いてたわけじゃん 要は牛島いいな肉なんか今ブランド立ち上げてカメラの本出して自撮りはこうやっとるんだよってで信者作ってすごいわけよだからあの人は可愛いいだけにそのうぬぼれなかった人だよ牛島いい肉は自分を磨き続けてスタイルの維持し方食べ物はこうやってやった方がいいですよってコンサルでしょあれは。 ホームレスのさ土底辺からここまで這い上がったんだが俺はとことん上行くよとことん前に進むよ全部取り返すんだよ俺の5年後を楽しみにしといてスーパースターまで着々と進んでるからブームは絶対に去るようん。なその時次の展開を作らないと まあ6年サイクルじゃない俺もだから配信だけじゃ怖いから映画撮るって言ってるわけだから逆に映画がうまくいったりとか映画にトライしてる時間っていうのは配信の寿命が延びるわけまあ雑談は自信あるんだけどそれでも限界があるから雑談も磨くよ一プレイヤーとしてだけれども雑談だけだと頂点はうなちゃんマンとかでしょほらあ,あんなんになりたくないから あんなのにななななりたくないから嫌ののあんなのに憧れてるわけじゃないのあんな部屋の中で「あー」とか「うー」とかよ「よでもよー」とか言ってもうあんなおじさんになりたくないの。うん、あれが限界だから。い言って「うな」とかどれなんだよ。ああなりたくないの俺は。だから何やっても困らないように映画やってるんだ。やだろう。いい年こいでよ。 50405060になってああだのこうだの言っててよ口だけっていうのはまさにあれなんだよああなりたくないんだよだから便所さんとかかっこいいと思うよ配信だけにうぬぼれないでイベント活動トーク活動やったりとか捨て頃っていうでっかい舞台作ったりとか着々とスキルアップしてるから俺40歳の時あの便所さん40ぐらいでしょ ああやっぱ俺便所さん近くにいたいと思うもんこの人の動きはひ一人間としてやっぱ同業者としてもそうだしあこの人見習おうってこの人の考え方40歳の時この人超えてたいと思うよ本当に便所さんは50歳の時うなとかどれとかとか足元にも及ばないぐらい成功してると俺は思ってる、うん、でプレイヤーとしてはやっぱ鮫島さんとか トークスキルとかやっぱ勉強しなきゃと思ってやっぱリスナーさんと向き合い方とか見てるし、うん、<laughs> まあまあそこは気をつけてるかなせやさんありがとう弁叙、うん、さんはねや,やりたいことやってる感じがあるよでもね俺はね弁叙さんねどっか冷めてると思うの 楽しそうにやってる風に見せてて実はめちゃめちゃ冷めてるところあると思っててそこが俺は弁所さんと俺の違うところ俺結構ガキだだからあの人人結構大人なんだよ楽しそうに見えてねちょっと寂しそうな顔してたりすんの <laughs> なんかね結構ビジネスビジネスしてるところあってなんかね遊びを演出してるビジネスみたいになってるからなんかねちょっと辛そうだなみたいな。 そこはね俺ね俺見習わないようにしてるから石川紀之はあれはまた別あれはもう配信一本でプレイヤーで特化型だしあれはもう唯一の成功事例でしょうこれこれ石川紀之とか加藤潤とかあの辺は俺はああなると思ってないから自分がそれコア産業すぎるのいやサブカルすぎるんだよ俺があれはメインに要は女子どもでも閲覧取れるんだったらそこに向けてバンバンやるタイプだから。 うん、要はシフトチェンジできるの閲覧のためだったら要は自分を変えられる人だから俺は無理だからそのタイプじゃないから,だからコアなファンを人数少なくてもガッチガチにコアなファン作ってくタイプだから、うん、それでいいんだよ いや、うなちゃんマンは雑談の頂点だと思うよ。ああなりたくないんだよ。あんなものには死んでもなりたくないよ。あんな部屋の中で管巻いてるおじさんじゃん。じっぽいいんじゃないのだから自分が生まれた年のじっぽとか欲しいなとか思うけど、1985年のじっぽ。2、3万するんだよね。うん いや、うまくいってるでしょ。企画立てるだけじゃなくて。実際、捨て頃って結構リスクあるからね。あれ、150万ぐらいかかるから、こけたら相当怖いでしょ。150万の負債を負うのって怖いよ、配信者で。で、やっぱ300、俺だから言ったの、あの、次フェイスやりましょうって。いや、もう一回、あの、新規場でやろうと思ってるって言ったから、いや、もうさすがにぐだるよって言って、今、フェイスやらないと、 いやあのねって狭いところで満席にしたいもう2回やったじゃんって満席2回やったんだから3回目もできるってってフェイス打って800人なのよそしたら後楽園いつかやりたいって今やってって俺絶対ねあの今のまんま続けたら旬の時期逃すからもうね今フェイス打たないと勝負しないと弁所さんちょっとねぬるま湯に少しつかろうっていうかねちょっと楽して金儲けようとしてんだよでこなれてきたから,から俺はフェイスやってもらいたいね もし便所さんがフェイスでやるんだったらあのー、出るよ俺 <laughs> 俺出るよもう一回体張るよ絶対やりたくないと思ってるけど俺は便所さんがフェイスでやるって言ったらトライするって言うんだったら俺ももう一回トライするわ、うん、前座でも何でもやるわ、うん、命かけるわ俺もおいっすーおはよう。 このっっぽい安かったよアマゾンで34000円,円ぐらいで売ってたよあのジャック・ダニエルのシルバーと金があったけど真鍮製か銀色かまあ別に前座でもやるよ体張るよ便所さんがリスク取るんならフェイスやるんだったら、うん、チケット買ってってお願いするしやっぱね次々ってでかくしていかないと夢見れないよ、うん、だって捨て頃2でバレちゃったじゃん あステゴロバブルなんてないんだって過疎生主たちにバレちゃったからでしょ <laughs> ステゴ2のやつらでさ捨て頃に出たら閲覧伸びると思ってた愚か者たちがいるじゃん違うからステゴロ1のやつは人気あるやつが元々やってたから人気が維持できただけであってステゴロ2の過疎生主たちでス捨て頃出たら俺ら閲覧100超えるんだと思ってたの誰一人売れてないでしょ誰かいる捨て頃バブル捨て頃バブルっていうのが嘘なんだよ うん、お前らの雑談力がないだけだわっていう俺らはもともと人気あったから捨て頃で売れたわけじゃないからっていうもともとむしろ捨て頃に力貸した側だからっていう人気あるやつは人気出るし人気ないやつは人気ないってだけだとフフ <laughs> むしろね捨て頃2逮捕者続出だから、ね <laughs> うん、いやだから一丁紙でうまくいくと思ってんのが大間違いなんだよ売れるやつは売れるし売れないやつは売れないきっかけにしか過ぎないんだやっぱね牙を研いでおかないやつはダメだよ捨て頃勝ったらチヤホヤされるわけじゃないんだむしろみんな忘れてるよもう はいみんなおはよう,もう辰彦なんか顔面蒼白でしょ多分ね閲覧100超えてすごい花火飛びまくって人生安泰になると辰彦は思ってたと思うんだよ <laughs> 俺はそうじゃないのは分かってたけど辰彦には言えなかったよね俺,俺辰彦が勝つのは分かってたの確信があったの でも人気は出るわけじゃないっていうのは言えなかったよ。うん。才能そこはセンスだよね。うん。そこはセンス。ま達、あ、辰彦の試合めちゃめちゃかっこよかったけどね。<laughs> あれはあれはダメだよ。あのね辰彦の強さはダメ。<laughs> あのねなんでか言おうか。あのね素人のポコポコした殴り合いが面白いのにガチ勢が入ってきたらダメ。<laughs> 絶対ダメ <laughs>、うん、あれはトレーナー側でいかないとあのあれを期待されても俺らができるわけないじゃんっていう <laughs> 強すぎあれはケンニーも相当な実力者なのにねパンチ効かないってどういうことだよっていうね <laughs> あんな心折れるわ強すぎるわ あれっていうか本気でさ俺思うんだけど達彦もうギリギリの年齢だけどプロ格闘家になるべきだと思わない <laughs> あのさ普通に金取れる試合やってるよねうんそうそう喧嘩の延長みたいなさ要は地下格みたいなノリなんでさ達彦はもうプロ目指すべきだよあの強さはお前レイセフォーかよって思ったもんマーク・ハントとかレイセフォーと <laughs> あんなんえぐいよな インターハイ取ってる人のパンチ3発食らっても殴り返してワンパンで沈めるんだようん、うん、そう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 いやあのね広告売ってるものは売れないものだよ世の中で売れ続けてるものは広告必要ないのだからフェラーリの広告見たことあるカルティエの広告見たことあるテレビで CM 打たないでしょ 売れないものほどゴミみたいなものほど CM 打つんだよだから Mac, Mac とか iPhone とか CM 極端に少ないでしょ CM が必要ないロングセラーは国民権得てるから市民権得たらもう勝ちなんだよ配信も一緒要は自分売名ばっかりやってるってことはさ自分に魅力ありませんって言ってんのと一緒なんだよ リスナーさんバカじゃないんだから面白かったら見に来てくれるよ。 あー温泉行きてー温泉旅行きてーな俺パイオニアじゃないよ俺実はね俺と便所さん同期なんだよでまあ最初に言われたのは俺の方だったけど今完全に抜かれちゃったからちょっと悔しいんだよね実はね便所さん5年目なの配信俺も5年俺は6年目なんだけど便所さんと俺ほぼ同期なんだよで 先に閲覧が伸びたのは俺の方だったんだけど今はもう便所さんに乾杯だねちょっとまくりたいねまあトークスキルも向こうの方が上だし企画力も行動力も上だから完全上位互換になっちゃってるからちょっと配信力つけねえとなまた一からやり直しとや俺もうんいえ正直今すげえいい放送やってる便所さんは あれだよパイオニアじゃないよ配信の全然俺ねあの短いんだよキャリアだから鮫島さんとかちゃんまんとかによく言われるもんお前まだ5年しかやってねえのかよって小僧じゃねえかって言われるもん俺短いのだから実を言うとイガさんとか関慎吾とかチャンマンとかって5年前からもうとんでもなく今より売れてたからエセアカとかも売れてたしうん コトカも売れてたねだからねワンワンも同期じゃないかな分かんないけどワンワン後輩かな分かんないけどそんなねパイオニアでも何でもないよむしろすげえ序列で言ったらね微妙なラインなんだよ橋本君も同期かな、うん、でもほら長くやるとうよ曲折あるから、うん、懐かしいってエセアカ現役だから ニコ生で唯一売れてないのエセアカ大手だったのにどうしたって感じだよ、ね、だからミズニアンはねどちらかっていうと閲覧ニコ生で全然なかったのだからまあ、再ブレイクしてねツイキャス行ってからわかんないもんだよね YouTube に成功した組もあるからだからねいつ抜かれるか見よう抜き長いレースだよすごい長いレースもう俺らは配信やめないじゃん もうどっぷり使ってるからもういつ誰がねまたパッてスポットライト浴びるかわかんねえ世界だか,だから長く走るね体力が必要だよねほんと今まったりやってるけどわあまあ2015年俺が2013年からやっぱ 3, 3年後輩かうん3年後輩だねそうだね ワンワンいなかったもんな途中から出てきたんだよねあのズーズー弁で <laughs>「てめえふざけんじゃねえよ」とか言って <laughs>「てめえ側どうか」とか言って <laughs> 昔からデビューした時からケンナオコって言われてるからねまあでもキャラ変わってないよねまあ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 ふわっちでも売れるだろうなとは思ったけどあれは面白いよ 野田は同期じゃないよ。野田はもう売れてたよ。野田は売れてたよ。野田同期じゃない。全然ずっと、ずっと先頭走ってるよ。野田は。ていうかむしろあれはもう、結構あいつすげえよ。配信者としてあれは化けンだよ、ほんと。全然不安じゃないけど。うん、むしろ多分ね、あの、 普通に働いてた方が不安だと思うよ。俺この手取りでずっとどうやってこうって。だって収入どんどん年々上がってくるんだもん。それそうじゃん。フォロワーが増えてく、YouTube の閲覧、Twitter のフォロワーが増えてく、収入が上がってくって繋がってるんだもん。増えてる分には安心でしょ。だって多分なんだけど、正直言ってほしいんだけど、30年後の俺気になるでしょ。30年後放送やってたら見るでしょ。 今見てる人そういう世界だからえ、だからずーっと応援要はスパイラルが続くからだからまあもう,うんいや見る人はほとんど見ると思うよ。 全然全然俺は不安ないけどむしろどんどん良くなっていってるからどんどん良くなる気しかしないけどいや多分ぶっ飛んであ俺もやればよかったとかあ羨ましいってなると思うけど俺は5年間の積み重ねが今結果が出てる感じだからあそうそうそう習慣になって永遠と見てるじゃん実際そうじゃん <laughs> 実際そうでしょああアメリカに行くワドみたいアメリカに俺のこと連れて行けばいいじゃんゴリゴリ働いてジャンジャン稼いでワドを100万やるからアメリカ行こうぜってわかる柏木はダメ弾官職の件で俺は悟ったスタッフだから運営さんからあの ねえどういう手紙が来たとかどういうことだっていう内情を知ったからあもうダメだ柏木はもう,もう売れることは一生ないっていうか、ん、配信向いてない柏木はうんいやタカさん一人が俺の人生支えてるわけじゃないから多くタカさんが見るかどうかじゃなくて多くの人が見るかどうかだから <laughs> 別にタカさんが俺の人生支えてるわけじゃないでしょ 多くの人は見るから <laughs> 別にタカさんが見なくても俺困んねえもん <laughs> 何も困んねえ柏木は才能があるけどもったいないよな <laughs> 才,能才能に溺れるやつはダメだよ 理想は自立の組み合わせってどういうことうんうんゃ熱くなってないよ、うん、俺はあなたの意見聞くために配信やってるわけじゃないからてかめんどくさい <laughs> うざがらみめんどくせえよ みんなアイテムちょうだい12万の照明買いたいからアイテムちょうだいアイテムお金くれお金ジーパン履いてるよ6062万8000円のジーパン履いてるよあめんどくせえこいつブロックでーす まだだ言ってもわかんんないんだろうねマウンティング仕掛けてくんじゃねえよっていうさ、うん、ありがとうチャリンコありがとうアイテムちょうだいアイテムお金持ちいないのお金持ちお金持ちの人いますかアイテムくださいお願いしますあれ寝てる金持ち <laughs> あれ金持ち死んだ貧乏分かったじゃあ分かったよ 貧乏人の人アイテムください <laughs> 貧乏人しかいないのマジか貧乏人の人いますか <laughs> 全部置いてくありがとう、うん、ダメだどうしよう貧乏人も金持ちもアイテムくれなかったら死んじゃうよ貧乏ですちょうだいたまにはちょうだいたにさ 少量払って少量少量たまには有料放送だから有料放送貧乏は投げられないかそうか残念だわじゃあやめようじゃあこの会話は終わりあー結局今日はゴロゴロしてただけだったな米研いときゃよかったおはよう この時給これはね900円稼いだよ <laughs> 900円稼いだあと花火ね7発さっきの名言で花火7発飛ぶ予定だったんだけど俺免許は一生取ることないね、うん、いらないまあバイクはいつか欲しいなハーレー乗る予定だからでもまあ車の免許は取る予定ないな、うん、車にあんま興味がない バイクも別に今そ,んそこまで関心ないな昔はちょっと好きだったけどまあなんか金かかるし東京に住んでてなんか車とかいらないかなありがとうあ無料アイテムちょうだい都会に住んでるとかまあ大都会だからね歌舞伎町まで新宿駅まで歩いて15分だよ新宿駅まで歩くまで4駅ぐらいあるんだよ こんだけ15分歩いたら駅着くのに、4駅もあるんだから。感覚狂うよ。はい、アイテムありがとう。うん。わお、花火ありがとうにゃん。ありがとうございます。みーすけ、花火ありがとう。サンキュー。ありがとう。サンキュー。 シャーちゃんごゃん変えようか水変えようかシャカの水変えようゲンチャリねあ,あまあまあゲンチャリでもいいけどまあゲンチャリもいらないねうんまあとにかくなんか免許が欲しいとは思ったことないかなあんまり別に歩くの好きだし 何でもいいよあとのりこが車持ってるからあんまり車の必要性を感じないんだよね釈迦の日光浴釈迦とペコの日光浴タイムだはい朝だよあ天気いいねサラちゃん アメリカ、うーん、まあだからあれかな映画でアメリカ行きたいかな映画でいや映画でアメリカに招待されたアメリカが来いって話したからアメリカに今のところ用事ねえからアメリカに来てほしいねアメリカに要は「Hey Wado」っつって招待するよっつって、うん、いや見てないけど何あのさ あのさここフォロワー限定放送だからさえらそうにコメント書かないでくれるあの誰も求めてないからここフォロワー限定放送だからフォローしてない人ブロック対象だからえらそうななんかムカつくからやめてコメント書いてってお願いしちゃおう俺フォローしてない人コメント書かないでえらそうに何が映画見ただよてめえに何の関係があるんだよ フォローしてないやつブロックすっからコメント書くのは黙って見てろマナーとルールは守れよ海外は俺はアメリカとサイパンとえっ、ー、とタイだねガキの頃親に連れてってもらった 食べてないないそんなにあれそんなに食べてないじゃんあれあれご飯食べてないじゃんそんなにどうしたご飯食べどこのフォローあ違じゃうじゃあふわちフォローしてないやつブロックするってうんもう <laughs> あの全員ブロックしてんの今 もういいやっつってフォロワー限定でやってくっつってでジプシーロマンっていうやつがフォローしてないのにコメント書いたからふざけんなっつったんうん愛はどつもうブロック300人ぐらい入れてるからそっか最近見てなかったからカオスわかんねえのか状況がもうねブロック祭りだから関ヶ原だよ関ヶ原そうもう 初見ですとかコメント書いた瞬間ブロック入れてるからフォローしてないやつ全員ブロックだよはいブロックですあおもちゃんおはよう今日はき天気いいね えフォローしてないのブロックだわカオスあカオスじゃブロックです、うんはい、さよなら、はい、カオスブロックしました <laughs> カオスと配信者ではカオスとアメリカ人ブロックだわス、うん、バニアンが昨日あの1年ぶりにブロック全開放した、うん、あ残念だわカオス 今カオスブロックしました、うん、はいおはようよい,いやカオスブロックでしょでもう大手だろうが付き合いあろうが関係ないって言ってんじゃんアイテム投げようが俺はやるっつったらやるんだよ俺本当に苦しかったよ今カオスブロックしたようんしょうがないよこれは痛みのある改革だから しょうがないよ俺は言ったらやるから俺は本気だよカオスブロックだよ、うん、書いてるじゃんフォローしてない方はコメント禁止ですブロックしますって、うん、もうこれはしょうがないよこれはしょうがない、うん、そうコメント コメント禁止だから、うん、スバニャンの全開放とかくっそ荒れるだろうな想像したくもないわ大荒れでしょ大荒れ ご飯食べてんのペコ、うん、いや <laughs> 太陽光浴びて可愛い,いな見るよいしょ鳥見る可愛い,いよ癒されるよおはよういいね 天気いいから気持ちいいね朝朝日が可愛 <laughs> かわいいでしょ、うん、シャカとペコが遊んでる、うん、ダメよ喧嘩しないよ朝から仲良く仲良く喧嘩しないの喧嘩しないよそっちのご飯入れてあげようか 例外はないですカオスもアメリカ人も仲いいからしょうがないこれ、うん、フォローしてないやつでグダグダ言ってくるやつはブロックだろ。囲いだからとかも関係ないから荒らしてないとかもうこれは痛みのある改革だからはいステアカさんブロックですアイテム投げてもブロックです関係ないからフォローしてないやつはブロックだよ 覚えとけ何回言っても分かんねえみたいだな。 よいしょ、えー。その改革は閲覧に反映、すごいよ。だから初日にこの運動をやった時閲覧六百だったから、閲覧増えて。 フォロワーこの3日間で150人増えたでしょアイテム飛ぶようになったでしょいいことづくめだから。アンチコメントはなくなり、ロムセンさんはコメントかってくれるようになり、好転スパイラルだよ、好転スパイラル。いいことしか起こってないよ。もうこれは、や、早くやるべきだった。うん、囲われて、花火飛んで、コメント飛びかい。 ね、アンチコメントは滅んだんだよあカオスいらっしゃい、うん、フォローしたらオッケーだようんステアカー作ったのオッケーオッケー、うん、それいいんじゃんそうもう要はおフォローするっていうね大和道さん大手さんだからいつも上の方にいるからとかもう応援する気がないと判断するから 要は無料の応援すらできないのにね無料の応援する気もないやつが俺の放送についてこれるはずがないっていう判断をしたからうん捨てあかじゃないのそれ何垢かなの裏技使ったのうん,なんかよく分かんないけどフォローしてたら発言権がやっと与えられて さふわっち基準もなんか今まで荒らしたらブロックとかさいろいろ基準作ってたけど俺の勘に触るやつはブロックっていうね超厳しめルールになったから <laughs> <laughs> だからサムネがムカつくっていうだけでブロックしてるからわ <laughs> <laughs> かるもうねあのー、すっごい厳しい世界でやってるからすっごい厳しい世界でもうスパルタ教育だべはじゃあブロックしないよ はブロックしないよ決めたのめちゃめちゃね激おこ激おこ配信者だからアンチが俺のことをね俺という悪魔をね生み出してしまったんだよてかさっきのやつもブロックしないとなんだっけさっきのやつブロックえっ、ー、とジプシーロマンかこいつブロックしよう、うん、よし どんなんか顔がムカついたシャチちゃんおはようシャチちゃんおはよう,うでもともとフォローする気がないやつとかさにわかとかにさもう一生懸命喋っても意味ないかんねもうガチガチのコミュゲンニコ生でいうとこのコミュゲンみたいな放送やろうと思って。 アカーリムさんおはようブロック250人ぐらいかな今250人ブロックしたのにフォロワーが増え続けるっていう異常現象だよ山田孝之似てるかなうんよいしょはいココアさんブロックですはいココアさんえーとブロックですさよなら フォローしてないのにブロックだって何回言わせんだよバカ文字読めねえのかよ人の話聞けねえのかよフォローしてねえやつブロックだっつうのはいさよならバカだろもうバカすぎるわなんかおちょくってんのかよ俺のこと まあこ,このような感じでここ最近放送しております。あのブロックされたくない人はあ、っていうかもうブロックされたくない人とか関係ないもん全員ブロックしてやるよ。かかってこいよ。アンチを全員駆逐してやるから。アンチの目を全員潰してやるから。うん、俺はアンチとはやっていかないと。 グロー買ったけどすげえまずいああ俺電子タバコは体にめちゃめちゃ悪いと思うよあれはマジでねやめた方がいいと思うおはようかわいいねシャーちゃんペコも出たいのはいはいおいでペコ出るとシャーちゃんが逃げるからさ 何出んのおいで。さ、う、あ、ん、ちゃんいない寂みしいってペッコが。のりこがいねえなって言ってんな。のりこは死んだ。のりこは出てった。うん、だいぶ生えてもう頭ははげてないね、うん。お腹は相変わらずだけど、頭はもう全部生えてきた、うん。綺麗な顔になった。お腹はメーヘラだから。お腹の羽がないのはリストカットと一緒だから。 尻尾も全部生えたね。うん、お腹だけ、うん。そう、ペコはのんちゃんがいなく、のりこ探してる。のりこはいなくなったんだ。うん、のんちゃん、後で来るんじゃない多分寝てると思うよ、のりこ。のんちゃんの服見てる。のんちゃんの匂いがすんのかな。のんちゃんに会いたいんでしょう。うん ペコのりこ探してるわのりこどこだっつってのりこいない、うん、はいお前ムカつくからブロックねはいはい案の定フォローしてないブロックでーすブロックでーすおめでとうございますブロックでーす なんで尻もしねえやつに答えないといけないんだよ。よしょ。はい。はい。ペコ、ペコ。あ、どこい、ペコどこ行くのちょっとペコ。ペコ、籠戻ろ。ペコ。 お前わけわかんないからブロックですはい、はい、ブロックですフォローしてたらブロックされないわけじゃないからもう気に触るやつ勘に触るやつフォローしてないやつ全員ブロックだからお前らが見なくても俺は困らねえんだよ春日バカ野郎 もうわけわかんねえこと書くやつ全員ブロックだ勘に触るやつブロックだ、うん、応援する気のないやつは全員ブロックだ2年ぐらいかなうん2年ぐらい付き合ってるかなうん、うん、いや本当に困ってないよ 全く全然困ってないどころかむしろブロックを入れ続けて逆転現象起きてるからめちゃめちゃいい感じだよめちゃめちゃいい感じだよハッピーなことしか起こってないからハピネスうん好転スパイラルだから好転スパイラルいや今日天気いいな めちゃめちゃ天気いやマジで温泉行きてえな温泉温泉行こうかな、うん、そう閲覧もなんでなんだろうねブロックした方が閲覧増えてるんだよねあれじゃん俺が怒鳴ったりとかイライラとかしなくなったからじゃんしゃべりが止まんなくなったから 多分。ブラウザバックする人が減ったんじゃないの多分閲覧増えてるよね。不思議だよな、俺閲覧減ると思ったし、フォロワーも4000人ぐらいに減ると思ったら、もともとフォローしてないやつをブロックしてるから、影響がないんだよ。むしろ喜ばれてるもん。今の放送見やすい、楽しいってみんな言ってくれるよ。<laughs> 和道さんがイライラしないから、すごく聞きやすくなったよって。ありがたいよね。 なアンチなんか無用の長物だようう。アンチとは一体何だったのかっていう。まあでもこれ流行ると思うよアンチを徹底してブロックしていくスタイル。 あまあ別に閲覧にそんなにこだわりないかんな俺閲覧が多い方がいいってもうすごい古い価値観だからねああすごい。 ああフォロワーすげえ増えてるわ、うん、これからはね俺はね徹底的にブロックしまくってやろうと思ってるから徹底してブロックしていくよ今後の活動は Twitter も YouTube もバンバン入れてるから俺の視界に入らなければ問題ないからね さあちゃん,さあちゃんおはようかわいいな生まれ変わったら文章になりてえな俺。 店に合わない客が入店拒否される高級店もあるからうんなんだろうねもう多額で悪口言ってるやつもバンバンブロックしてってるもんいいんだよもうあの見たい人が見て見たい人が見るっていうのが理想だから見たくない人は見なくていいよもう フーチンも何回かお願いしたんだけどねコミュニン機能作ってくれってフォロワー限定機能作ってと作ってくれなかったからもうセルフでやるしかないもういじめっ子が多いから俺のことをいじめるアホ多いからもう俺にはこうするしかなかったんだ 俺は話せば分かると思ってたけど話しても分かんない人が250人いたんだ残念だ対話の機会はいくつも設けたんだ不和言作った人いる何不和言ってどういうこと不和言って何 コミュゲンみたいなのあんのえフワッチンあんの私は生まれ変わったら鹿になりたい野生の鹿かかっこよかったああ俺もね一回遭遇鹿島っていうねとこに行ったことあるけど神聖だよね昔の鹿の角にね神が宿るとか鹿は神様っていうのよくわかるよね目が綺麗で俺野生のえフワゲンってのあんのえどういうこと え、何どっから放送の何カテゴリーにあるの不和ゲンって。え、どういうこと何不和ゲンって。あるのえ、どうやってやるのそれ。俺、そのやり方知らないんだけど。うん。そう、アイテムのためにしか動かないんだよ。まあまあ、それは正しいんだけど。だから、アイテム至上主義だから、フワっちは。 儲かることしか,儲かることを優先してやるからまあしょうがないよなまあそれが企業だからだからこんな荒れちゃったんだよいいこと言うね金になること最優先だわな大人は忙しいんだ アイラが言ってくれたらね多分ね速攻改良されると思うよアイラがコミュゲ作ってって言ったら絶対運営動くもんなんて言ったって年間1億落としてくれる男だからね 癒されるわ。え、っていうか、その不和言っていう機能を使いたいんだけど、俺。どうやって使うんだ。うん。はい、ブロックでーす。さよなら。ブロックでーす。 目障りなコメントなんでブロックですさよならそろそろ寝るかじゃあ皆さんおやすみなさいまたあどうしようもうちょい放送やろうかな